選択を間違えたときとか、ミスをしたとき、どうしたらいいかっていう動画です。選択を間違えたり、ミスしたりすると、もうすごい落ち込んだりとか、なんでこうしたんだろう、ああしたんだろうとか、そういうふうに思ったりすることあると思うんですけど、そういうときは、より大きな災難とか、最悪を逃れたっていうふうに思うといいかと思います。もしそのミスとかその選択ミスとかそういうそれをそうじゃないもっといい手段とかそうしなかったとしたらすごいなんか交通事故に巻き込まれるとか巻き込まれたとかすごい大失敗をしたとかそういったなんか大きなより大きなトラブルに巻き込まれてたかもしれない。それはもうわからないですけども、きっとそうなんだと思います。なので、そこで必要以上にくよくよしすぎるでもしょうがないというか、する必要は逆にないのかなと思います。そういうふうに人間こう最善というかベスト、まあ怠けてとか手抜いてとか気をつけないでとかそういうのもまた違うかもしれないですけど、本当にベストを尽くしたとか最善を尽くしたのにちょっと失敗しちゃったとかちょっとうまくいかなかったっていう時はきっとまあそういうことなんだと思います。それがだから最善、実は最善というかは失敗したわーと思ったけれど実は最善というか、それを選ばなかったらもっと最悪なこと、もっとやばいことになってたんじゃないかと思います。それはもう神のみぞ知るというか、その答え合わせはできないんでわからないので、もうそれはそういうふうに信じるしかない。それも切り替え、逆にだから切り替えて前向きにいくしかない。だから最善を尽くしたからそういう選択ができ判断ができるっていう、最善を尽くしてなかったらああしとけばよかったってなるんで、最善ベストを尽くしたんであればもうそれがもうそういう結果がベスト、ベストを尽くしてちょっと選択間違ったとかちょっとミスったっていうのはもうしょうがないです。まあ、オリンピックとかでもね、金メダル取れなかったとか4位になっちゃったとかミスったとかわーとか審判がどうだとかいろいろあると思うんですけど、それはもう本当にベストを尽くしたならそれがもうベストの結果だったと思うんですよね。わあ最悪とか思ったとしても、その結果じゃなかったらもっと今後最悪なことが起きたんだと思います。なのでベストを尽くしたらそれがもうそれがベストの結果なんで、自分的にベストじゃなかったと思ったとしても、世間的にベストじゃなかったと思ったとしても、それが本当はベストだったんだと思います。だからそれがベストと思って前に進めばいいと思います。メダル取れなかったとか、もっといい結果取れたとか、もうそういうふうに思わずに、まあ周りから世間からしたら、わあかわいそうとか、わあとか思われるかもしれないけど、その気にせず、そうですね、自分、そういうふうに思うことにするっていうか、思うようにするというよりも、そうなんですか、事実。その事実はもう、調べようがない。調べようがないんだけれども、事実はそうなんです。その事実はそうなんです。でも調べようがないだけで、事実はそうなんで、もうベストを尽くしたらその結果が悪、世間とかから見て自分から見ても悪いと思ってたとしても、それがベストだ、それが一番良かった、そうなんです。そういうふうに思って切り替えることです。以上です。何かの参考になれば幸いです。